ただいまより名古屋介護のフィフェア2016記念スペシャルマッチ20分一本勝負を行います。それでは選手の入場です。レフリーはキロちゃん小林、実況解説は私ハイブリッド山健でお送りいたします。なお今回の勝者には大会実行委員会より介護用品おむつサラサ1年分が贈呈されます。さあどうでもいいレフリーのボディチェックが始まりました。注射キットの身長は170センチ、体重85キロ、腹囲95センチ。一方王道は身長50メートル、ちょっと遅っ、体重100トン、これもちょっと遅っ、腹囲28メートル、入念にボディチェックをしています。そして今度は選手の長身であります。プロレスでは長身というのは聞いたことがありませんが、これぞメディカルプロレスであります。少しでも体に不調やリスクがあるレスラーには試合をさせないというルールが徹底されております。それにしても王道の心臓の音はどんな音が聞こえるのでしょうか。初めて聞くなこれまあ大丈夫でしょう。よし、はいはい。さあ使用者手を組み合い力比べに入ろうとしたところ、おっと王道が咳込み始めました。レフリーに咳が止まらず喉が痛いと訴
耐えております。喉痛い、咳止まらん。あ、すいません、この中に誰かお医者さんいらっしゃいませんか。あ、お願いします。すいません、ちょっと具合を見ていただ。レフリーがドクターを探していたところ、おっと、なんと白衣姿のドクターが来てくれました。往診の途中か、はたまたコスプレじゃないでしょうかね。ドクターの診察が始まりました。オードは2日前から発熱していたという情報が来ていましたが、何かの感染でしょうか。あ、どうやらインフルエンザではないかという診断です。ドクターが、次は早速インフルエンザの、じゃあ鼻の穴の中の鼻白通り検査をしていますよ。ちゃんと通りますかね。あ、大丈夫。あ、大丈夫だそうです。何やってんだろう。まもなく検査結果が出ると思いますが、あ、出ました、 A 型が出ました。しかも強力な A 型であります。皆さん、今インフルエンザは大変な勢いで流行しつつあります。さらにマイコプラズマ肺炎、 RS ウイルスなど小さいお子さんの中でも流行っております。手洗い、うがい、マスクなどをしっかり予防してください。ドクター手持ちのタリンフルをドクターオードに処方しました。もう大丈夫ですかね。オードもできそうですかね。あ、これでオード心置きなく試合ができます。ありがとうございました。ドクターありがとうございました。ドクターありがとうございました。さあ、両者今度は大丈夫できますか。無理しないで、よし、いい、注射キット、よし、ほい。さあ、両者迎え合った注射キット、パンチ、キック、チョップ、何をしてもオードを微動だにしません。おっと、今度はオードを手を振り上げ、注射キットの顔面を一撃だ。たまらず注射キットを吹っ飛んだ。これはすごい、まさに一撃必殺であります。注射キット正面からは無理だと思ったのか、後ろに回り尻尾を掴んで振り回そうとするが、またもや吹っ飛ばされた。なすすべがありません。さあ、どうする。おっと、注射キット王道の前で、あ、なんか思いついたようです。王道の前でトンボにめまいをかけるように、ぐる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 、催眠術をかけ始めました。これは王道を聞いたか、一瞬ふらつきましたが、王道意識を取り戻して、またもや注射キットの画面を一撃だ。倒れたところをすかさず王道注射キットを踏みつけた。100トン近い体重が注射キットにのしかかった。注射キット、これは窒息寸前だ。そして今度は王道の注射キットに噛みついた。注射キットの頭が食いつけられそうです。しかし注射キット渾身の力を振り絞り、頭を出して注射ヘッドバットだ。そして王道に今度は注射タックルだ。これは効いたか。ついに王道が倒れた。王道が倒れました。すかさず注射キット必殺技の採血固めに、採血固めに入りました。王道、これは苦しい。腕が折れてしまうのか。ギブアップ、王道ギブアップ、まだ続行。レフリーギブアップを取りますが、王道耐えます。注射キット今度は、今度は脚立を取りに行き、上に上がりました。さあ、どうしようというのか。なんと王道を目上げて飛んだ。ダイビング注射ヘッドバットだ。注射キットの注射針が王道の胸に突き刺さった。注射キットすかさずフォールに入ります。ワン、ツー、スリー、終了。注射キットの勝利です。レフリーが注射キットの手を高々と上げました。おっと、みんな、しかし王道が全く動きません。微動だにしません。王道大丈夫か。あれ、もうさっきのドクターももういません。あれ、レフリー自ら注射キットと一緒に王道を救命する模様です。こう見えてレフリーのケロちゃん小林は上級救命のエキスパートです。よし、注射キット、これから二人で王道を助けよう。はい、まずは意識があるかどうか確認だ。
王道大丈夫か、王道大丈夫か、意識がありません。よし、意識がないのが確認できたらすぐに人を集めて救急車を手配して AED を手配するんだ。はい、みんな集まってください、みんな集まってください。あなたは救急車呼んでください。あなたは AED を持ってきてください。あなたはたくさん人を呼んできてください。呼びました。よし、そしたら次は呼吸の確認だ。はい、胸やお腹が動いているかを確認して、その後に耳を当てて息をしているかどうかをチェックしてみよう。はい、胸やお腹は動いていません。呼吸もしていません。誰か、よし分かった、意識がない、呼吸がないとなると、はい、救急車や AED が来るまでの間に心臓マッサージを行わなければならない。はい、心臓マッサージは1分間に100回から120回のペースで、胸が5センチほど沈み込むように絶え間なく続けることが大事なんだ。はい、よしやってみてくれ。すいません、王道の心臓が分かりません。心臓が分からない。はい、何、心臓分からない、心臓は乳首と乳首の間だ。すいません、乳首がありません。なんてこった。よし調子にしてみよう。はい、どこだ、心臓はどこだ。あ、あった、ここだ。はい、心臓マッサージやります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、25、26、27、28、29、30。よし、30回胸骨圧迫をしたら次に息を2回吹き込んでみよう。顎を上げて2回吹き込むんだ。気をつけろ、意識が目覚めるときがあるかもしれない。大丈夫だ、チキスト。大丈夫か。よしよし、そして続けてまた心臓マッサージだ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。よし、注射キットここで、すでにちょっと来てたけど AED が到着した。はい、よし、今日は AED ちゃんが来てくれてるぞ。 AED は電源を入れるだけで誰にでも簡単に音声案内に従えば使えるような仕組みになっている。よし、今日はエイリちゃんの指示に従ってやってみよう。はい、電源ボタンをまず入れるんだ。はい、じゃあスイッチオン。パッドから袋を出して装着してください。パッドから袋を出して装着してください。よし、エイリちゃんがパッドを出して胸に貼れと指示している、はい、よし、じゃあパッドを出してみてくれ。はい、出してみてよし、はい、そしてパッドを左胸と右の脇腹に貼るんだ。はい、貼る位置は絵に書いてあるぞ。はい、こことここ。よし、バッチリだ、バッチリだ。ちょっとお客さんからは見えてないかもしれないけど、はい、大丈夫だ、ここだ。よし、そこだ。心電図を解析しています。ショックが必要です。ボタンを押してください。よし、AED がショックが必要だと判断した。周りに人がいないか十分に注意をして、はい、電気ショックボタンを押すんだ。はい、みんな、離れてください。周りよし、自分よし。じゃあスイッチをします。3、2、1、ポン。あ、王道が動きました。よし、あ、王道復活した。王道が息を吹き返しました。よかったよかった、やった、王道復活した。よし、これで王道も復活、皆さん最高です。よかった、王道復活した。大丈夫か王道。よかった、よかった、よかったな、オッケー。王道よかったですね。ありがとう。よし、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと喜ぼう、もうちょっと喜ぼう。よし、よし、やったやった。さあ、音楽まで頑張って喜ぼう。そう、音楽まで喜ぼう。よし、まだ、まだ待って、よし。静江、今日も誰かが呼んで
今日はどうもありがとうございました。今日はですね、レフリーと注射キットが一緒になって絶滅危惧種と言われるオードを救命してくれました。本当にありがとうございました。先日ですね、AD に関してニュースがありました。それはですね、平成、2005年から実際に AED で措置されて社会復帰した人が8年間の間で30倍以上増えたというすごいニュースがありました。今公共の施設で、最初当初1万台だった AED がですね、今は42万台に増えました。でもまだまだ AED はあまり使われていません。やはり皆さん怖がってですね、使えないんですね。ですから、皆さん AED をですね、愛と勇気を持って使っていただきたい。人を愛する、助けたいという気持ちと、それから倒れるという人がいたらそこに駆け寄って、一歩踏み出す勇気、その愛と勇気が人の命を助けます。ですから皆さん、 AD を学ぶことは大事ですが、それ以上に愛と勇気を皆さん持って人の命を救いましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。キッズたちもありがとうございました。それではここで改めてお呼びいたしましょう。